笑顔で食べる。それはいつももう、うん、なんかいつも一緒に食べてる。確かに。でも最近よく食べる、あの男性が好きっていう人多いですね。ですね。確かに。もう、うん、ガッツキじゃないけどね。うんうん、男の人か。え、今日はあのワンちゃんのペンダントじゃないんですね。うん、ワンちゃんの。まさかベルサーチ？ワンちゃんのペンダント。このペンダントもなんかこう。ワンちゃんの写真のペンダントしてる。あ、そう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 、あれば、うん、今日はないの。してないしてない。いい映画撮れた。いい映画撮れましたか。うん、もうなんか微笑んでるっていう。西岡さんの俺の顔がでかいんだよ。遠近感のほうでしょ。こっちがちょっと大きく見えちゃうね。なんだろうな。ね、と同じ顔を撮ってるよね。確かに確かに。基本的に西岡さんの顔はベビーフェイスで可愛いんですよね。だからベビーフェイスこうなってる。ベビーフェイスでしょ。確かにそうね。ベビーフェイス。確かに確かに。動画といえば動画ですよね。目が可愛い。もう進まなくなってるもう無理って感じ。いや本当だ、全然落ちんもん。すごい。いや私あの時はあの焼肉食べ放題の時はびっくりしたんだよ。カレーも食べてたの、焼肉プラス。すごい。ウィーケン。チョコなしら。匂って気持ちいいもん。うん、確かにどれだけ入るんだろうっていう感じ。うん、ちょっと圧倒されるね。うん、今ですよ、こんな1キロとかの量を食べてるの見ると気持ちいいですね、こっち。まあね、確かに気持ちいいですね。そうね、スカーッと使うね、食べねって言われるよね。吉田さんもご飯食べんけど飲むなったら飲むでしょ。飲みますね。吉田さん飲むとこ見たことない。この前は部屋に帰って、酔っ払いシリーズって。何酔っ払いシリーズって。お疲れ様でした。うち部屋でしょ、茶の間で。こう瓶飲みながらって、だんだん焼酎があって、だんだん崩れていく。目がタローンとなって。で、アプリを使って、猫になっていこう、いろんな画像をやりながらのドラクラとかは、ああいうのがザーッと血を流したり。いや、やばいでしょ。去年は永遠2時間、一人で喋りまくって、コメントの来た人とこう対話しながら。なるほど。ライブみたいな、ライブで会話。トークライブですね。次何食べるか。そうですよ。え、マジ食べれると思う。